皆さんこんにちは。カルチャンネルの中身です。2022年の漁期が開幕いたしました、まさかの、ね、雨なので、いつもはもうこの時間には結構鉄砲の音が鳴り響いてるんですけれども、今日はまだ一発も聞いてないね。雨ですが、私たちにとっては結構その罠を仕掛けた匂いとか消してくれるので、いい感じの雨だと思って今日も元気に罠を仕掛けていきます。それではどうぞ。もうズボズボ埋まってるのは来てる証拠なので、そこに太い木がありますのでそこにかけます。箱罠のトレイルカメラは仕掛けないでおきました。見回りをしっかり頻繁にして、トコトコトコってだっていっぱいついてる。なんかメイクしていってるからこれは嘘だみたいなの何回か言おう。嘘だって何。ってかめっちゃ食ってる、めっちゃ食ってる。そうだよ、いるね。木も食ってるし、ここさ、準備ができ次第、はい、やっていきましょう。今からですね、ここのエリアに罠コムをかけていきたいと思います。できれば真横を向こうに向かっていくか、こっちを。わかりました。今、私は普通に向こうとしてます。どこも何羽か入ってるそうです。あー、緊張する。暖の木出てきて戻ってっても暖の木かと思ったら真っ黒い影が
刺さって見えたからターンって打ったらそこでバタバタ。はいはい。あれは大判ですかね。すごい。なんか独特な進み方するね。うん、なんかクイックイックイって感じ。かわいい。打てませんね。うん、打てないね、大判は。行こう。下がろう。ありがとうございます。おっきい。たまたってるよ。いいとこ狙ってるよ。すげえ足跡で、え、すげえ足跡。もう歩いた跡も残ってるしさ。でっかいよね、俺は。でっかいし。これさ、大判じゃない？さっきの星はじろどこ行った？飛んでった、そっち飛んでった。飛ばれた。打てそうだけどダメかな。行ったね、そっち。落としたね。いい場所。ここいつも岡谷がもとか、あと手がもとかも入ってるんですけど、半夜かな。うわっ、キティ。
当たった、うん、すごい走ってきた。カリチャンネルの目的としてはそういった文化っていうのをお伝えできたりだとか、まあ、あのこれから始める人の参考になったりだとか、そうじゃなくても今やってる人の情報交換の場になれたらそれだけでまあ嬉しいので、足かせにならないような、そうだね、取り方をして誤解のないように、うん、あの皆さんにお伝えできればいいかなと思っております。